久保さんまあ確かに反動は強いでしょうね、うん。僕もね、あの、ニートしてて、まあ、お金なくなってバイトを始めたときにね、なんか、あの、仕事で楽しいなみたいな。やっぱね、ずっとなんか引きこもってて、あの何もしてないときから、働くっていうことを経験すると、なんかね、働くのめんどくせえなではないんですよね、その反動は。反動は、あ働くって、なんか、汗かけるとか、なんか、動かせるとか。 まあニートで引きこもりしてるときはもうずっと困ってますからね。だからなんかその、掃除するとかも新鮮で <laughs> 何ご何、何をするにしても全部新鮮。なんか、ふわーみたいな感じですよね。だからね、あの、人間っていうのは慣れてしまうので、なんかそこにあんまりありがたみとか価値を感じなくなってしまうんですよね。だからその、まあ僕は、その、 歴が長いので、結構それは良かったなと思うんですよ。要は昔を知ってるんで、昔フロッピーディスクのパソコンも知ってたし、僕がパソコンをいじった大学生ぐらいですか、その時はもうパソコンまだフロッピーディスクだったんで、そこから時代背景知ってるので、まあ、携帯もそうですよね。ピッチ、今ピッチって言葉、多分死語だと思うんですけど、なんかその、ガラケー、で、その、単音、和音、 うーん16話音32話音ンン64ワンオ音ンみたいなカラー液晶みたいなねなんかまあそういうねなんか歴史背景を見てきて今のこのデバイスをいじってるのでなんか今の子なんかはまあこれが標準みたいな話じゃないですかその進化の過程を見てきてるのでまあ今でもなんかありがたいなと思えるしなんでこんなに便利なものがあるのに使わねえんだろうと。 YouTube もそうですよ。昔、ネット上に動画をこう、上げようとすると、めちゃくちゃ大変だったんですよ。フラッシュに書いて、あのー、ファイルをね、めちゃめちゃ重く軽くしても、もちろん自分でサーバー契約しないといけないし、で、アクセスが大量にあるとサーバー落ちるし、だから動画一本をね、ウェブ上に公開するってこともすげえ大変だったんですよね。でも今 YouTube でね、これが無料で、どんなトラフィックが来てもサーバー落ちることがない。うん ど大量、1億トラフィックにも対応できるみたいなね <laughs>。すげえサーバーですよね <laughs>。落ちないみたいなね <laughs>。だからなんかその、なんかもったいないなと思えるんですよね。なんでこんな使えるのに使わないのみたいな。昔使えたくてもなかったよ、こんなのみたいな。動画1本アップするの超大変だったよ、みたいな。うん。だからね、今は非常に便利な世の中ですから、まあ、この価値がわかるんだったら、うん、使ってほしいですね。 いってらっしゃい